パロパロ G! パロパロ G! すごいパロパロ G! 話進まない。はい。どうす。どうでした？いやー。え、お前何キャラそれ、お前一体。お前何キャラ目がかけてそれ持って。これ三国志のキャラも。何三国志？怒られるぞ、お前。三国志。さっきどうだった普通に。つくちゃんたちは。いや、いい子っすね。やっぱいい子だよね。いい子だと思います。始まりました、つくチャンネル。皆さんこんにちは、宮城つくしと小中すずと白瀬リブです。今回はぬるぬるボクシングをやりたいと思います。はっどういうことどういうこと。まあ、あんな子はね、こうやってローションまみれになってで、ローションまみれになって何で言うんだろう。言い方がおかしい。ローションまみれになって結局はローションまみれになるわけじゃないですか。そう、なるけど、まみれには、ね、あんな可愛らしい子はね、ローションまみれになってその動画を見たい。うわ、早く視聴者の皆さん待ってますよ。あのマットを舐めたい。あの床のノンスリップの用紙を全部舐めたい。舐めたい全部。捨てるのもったいないっすね。捨てるのもったいないよね。持って帰れじゃん、二人で分けて。いや、でも家に持って帰ったらさすがにバレるっすよね。何これって言われた。何これって。いや、アイドルがさ、使ったローションなんだよね。殺されちまうわ。てか全然喋ってないやん。喋らんでしょ。なんで何その喋らんでしょって。おかしくねそれ。だって俺そういうキャラだもん。そういうキャラ。ずるいっすよ。キャラで殺す。キャラで殺す。じゃあ簡単に言ったらですよ。じゃあ仕事しないキャラだったら、うわ、なんで仕事しないんですかって言われた時、いや俺だってそういうキャラだもん。いや、例えが悪い。例えが悪い。そんなやつおらんじゃん。その例えが悪い。それと一緒だよ。一緒じゃねえよ。YouTube に映るってことは喋らなあかんとこだよ。喋らんでもやってくる。ね、確かにそういうことなんよね。じゃあ僕が黙ったら喋るんですね。いや、それお前黙ったらダメやなって。お前それおかしいよね、普通につくちゃんたちかわいそう。つくチャンネル、つくチャンネル、もうつく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 いじっとるやん。今日、塗り替え道場さんの場所を借りれるそうです。そうですよね。そうです。まあね、じゃあ僕もそうやって連絡来たんで、まあ、それ場所は提供してあげないといけないじゃないですか。であれだったら面白いね、なんか大きいプールみたいな、あと子供用のプール。ああ。そしたら水泳スキルで。そうしてる。ローションですね、水泳スキル宣言。シュッ。見たいかもしれない。息継ぎしてるの見て見たいよね、普通に。妖怪人間みたいなやつ。絶対バカにしてるじゃないですか。絶対バカにしたんすよ、今のは。妖怪人間は。それぐらいの絵が見てみたいよっていう。ね、俺はね。アイドルでもここまでやるんだよ。アイドルだけど、で、アイドルでもやる子はやるやん。そう、体張ってさ、もう頭からローションかぶって、なんかほんとパンツの中でバーってローション入れたりとかさ。あるじゃん。でもそんなアイドル見たことないっすけど。なんかそういうアイドル AV だね。違う違う。ビッチーさ、そっちしか見てないから。いや、そういうなんかアイドルみたいな感じで、頭からかぶって、ふわーってなってさ、もうほんと妖怪みたいなさ、ヒヤーっていうような。そういう映画見てみたい。え、でも僕今日初めましてなんですけど、つくチャンネルっていうのは、あのつくしちゃんっていう子がメインのチャンネルなんですか。つくしちゃんの甥っ子がメイン。甥っ子。それ何ちゃんの。で、つくしちゃんだ、みゆきちゃんよ。みゆきちゃん。つくしちゃんの甥っ子や。めいっ子だろ。いつかおいくなったことないけど。急に変わっちゃった。めいっ子が。めいっ子っすね、確かに。じゃあ、俺、多分誰も俺拾ってくれんと、俺このままボケ始める。ボケ続けるだけだから。誰か拾ってくれんと思うよ、俺逆に。でも、もうそろそろ社長帰ってくるんじゃないですか。あ、もうそろそろ帰ってくるね。まあ、あの子たちには社長今日帰ってこないから、もう全部使ってくださいって言ったけど。そんなうまい話はないよっていう。まあまあそうですよね。無料で場所の方が提供してもらえるわけないじゃん。ただより怖いものはないからね。本当ですね。ね、例えばじゃあホームレスのおじさんにさ、じゃあ50、ね、50万円あげますって言われたら、もらう？いや、もらわない。もらわない。もらうだろ、お前。お前もらうだろ。絶対もらわないですよ。みんなもらうだろ、多分。まだあの子たちも若いしね。やっぱその人生経験を教えてあげないとさ。うちの社長の恐怖っていうのはね。うちの社長の大まじぎでしたら、まあまあ怖いっすね。まあ、うちの社長はあれだよね。だからね。泣かせるのも一応仕事だみたいなもんや。ケツが青いなって言われたら、お前。
まだ青くもなってない。青くなったな。今黄緑色だ、多分。黄緑色。あ、帰ってきました。帰ってきた。帰ってきた。帰ってきた。デビル小林さんの登場やね。帰ってきました。制裁を受けてもらいましょうか、今から。はい、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。もう距離ですか。社長。社長。お久しぶりです。準備できたんですか。終わりました。はい、やったの。もうバッチリですね、準備は。はい。パーキー社の事務所の代表させていただいております伊藤慶と申します。よろしくお願いします。いや今日は、はい、で俺んちでなんかゲームかなんか相撲かなんかゲームやつ。はい。はい、で、実は社長と結託して、もう俺は知ってますよね。視聴者の皆さん。誰も多分、ね、手が被ってる社長。手が社長とかぶってる。この二人がそろって最強なんです。別にのやつ。別にのやつ。沢尻エリカ。沢尻エリカ。俺の沢尻エリカ。初めてお会いした時から似てるんだ。俺の沢尻エリカ。俺の沢エリって。俺の沢エリ。俺の沢エリ。もう俺の女に手出すな。怖い、怖い、怖いっすよ、レイさん。怖いっすよ。俺の女。俺の女。ちょこちょこ、チキチキさせてもらおう。100回させたぐらいよ、俺のこと好きになる。好きになる魔法を毎日かけてる。毎日かけてた。家からね、家から。会うたび。会うたびに好きになる魔法かけた。めっちゃ怖いじゃないですか、これ。なんならストーカーしても。お前もその魔法の使い方教えたのか。いつか。いつか。教わりたいです。なんで、シャ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 みたいな。入ってって、で、社長機嫌悪いよ、ちょっとまた片付けようって言って電話あったみたいな、うん、社長機嫌悪いよ、スパキシャルの社長が帰っても俺はもう怒ってるわ、ちょっと許せばってそれ言える。でも機嫌悪いって、なんかあの現場事故あったね、社長機嫌悪いよ、マジ片付けよう、やばいやばいやばい、3分後か5分後に入ってくわ、3分に行こうか、5分3分ですよ、カップラーメン入れてきますか。投げんだよ、もうお前も社長に手出してるの。え？いやいや、お前も俺の女に手出して。いや、何かあったら連絡しなさい。お前も俺のサージエリカに。何かあったら連絡しなさい。サージエリカではない。俺のエリカ様に。いや、でもいつも LINE では別にしか送ってこない。だったらいいや。何か送っても、おはよう、別に。会話になりたってない。はい、今日も。あ、じゃあ車待ってるわ。OK。3分後な。バイバイ。ストップウォッチ合わせとけよ。ネタで好みに上がってくれた。三分は、あ、三分。じゃあこれで、はい、今のいろんな。でこれ出ますか？行きましょうか。行きましょう。行きましょう。マスター。行きましょう。後ろ当てる。行きます。緊張ですね。なんかネタでプロデューサーが叱られてるところとかしか見てないの。他の別の男の方にグッて言われる。オッケーです。じゃあ中に入りましょう。すごい。オッケー。すみません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 。なんだよ。おめえろ言ってるだろ。よいしょ、撮影なんだし。いい、止めろ。うるさい。やった。おい。止まんないでって。なに？え、どういうことですか？何ですか？逆に。え？怖いお前泣いとったやろ怖かったですよ。お前泣いとったよ。
い感じにビンタした。もっとこうやりたくない。ちょっとビビったでしょ。ちょっとビビったでしょ。いや、動かなくてあまり。硬いなんか、ね。力入ってるね。もっとこういくかなって思ったけど、グンってするから。いや、ちょっと痛いかなって俺よ。ってなったら。あんなに分かったもん。ちょっとなんかお芝居でもガッてやってくれるかなって。グッて止まるから。いや、絵が足りないと思って。いやもっとぶん殴れって言ったんだよ。もっと文句言ってこいって言ったけど、もっと来るからなんだけど、お前調子乗るなって言った時点でちょっとあの心をやんのと前ですちょっと私調子乗ってんと本当に怒られてるのかなみたいな顔ちょっと怒られてイベントの告知だけ4月の2日オンラインセミナー、まあ、概要欄に貼ってあると思いますのでぜひ来てください。皆さん、あの、つくチャンネルで、ローション相撲、はい、ローション何々、ローションマージャン。ローションマージャン。ローションマージャンだな。ぜひ、そちらの方も見てください。ぜひ。はい。またねー。またねー。